美人メーカーへようこそ。今回紹介するのは、女優、グラビアアイドルとして活動する、佐野ひなこさん。1994年10月13日生まれの28歳。身長160センチ、東京都出身。スリーサイズは、84、51、83の G カップ。趣味は、美容、ゲーム、中国語、麻雀。特技は、料理、なぞなぞ。 ピアノ、好きな男性のタイプは優しい人、尊敬する人は、事務所の先輩である、小島ルリ子さん。ニックネームの一つ、サノヒナは、小島さんのニックネーム、小ジにあやかって付けられました。またディズニー好きで、好きなキャラクターは、リトル・グリーン・メン。パレードの時で好きなのは、ミニーマウス。また2013年は、ギフカップでしたが、 2020年から G カップとなっています。そんな佐野ひなさんの経歴ですが、高校生の時に美容室のサロンモデルや読者モデルを経験し、2012年写真集、晴れの地ツインテールの表紙に掲載され、放課後ツインテールでモデルを務めます。2012年には、ホリプロスカウトキャラバンのファイナリストに選出され、 グランプリは伸ばしますが、ポリプロに所属することとなりました。2013年3月に高校卒業後、事務所から大学にも行けと言われたこともあり、大学へ進学。2013年7月、週刊ヤングマガジンのグラビアでデビューする。2014年8月、ビビの専属ビューティーミューズになります。2015年には、映画がデスノートで重要な役目を担います。 また、2019年には自身の YouTube チャンネルを開設するなど、今後も佐野ひな子さんから目が離せませんね。また今回紹介した佐野ひな子さんの YouTube、インスタ、Twitter などは概要欄に貼ってますので、ぜひ見に行ってみてください。このチャンネルでは、女優、アイドルモデル、女子アナなどを紹介しています。よろしければチャンネル登録と高評価、よろしくお願いします。 それでは次の動画でお会いしましょう